こうすればなおいいかな。あのね、黒がないとねすごい顔が暗くなっちゃうのよ。だからちょっと黒要素を入れたいんだ。よし、なんかちょっとかっこいいカーテンみたいになっちゃった。こんばんは、今日も一日お疲れ様です。本当にお疲れ様です。ありがとう、一緒に走ってくれて。まだ明日あるんですけど、まだ明日あるんですけど、一緒に最後まで走ってくれますか。もうね、あれよ、もうなんかあれよ、不安よ、やっぱね、言ってしまうと不安ですよ。なんかこんだけみんなが頑張ってくれてるのに、なんか全然結果残せなかったらどうしようとか、もうその初日からずっと思ってたし、そう、もうそれはもうずっと思ってたけど、思ってるんだけど、でも私がねそうやって弱音入ってちゃダメだしね。その今回その挑戦したいって思ったことに悔いがないように最後までしっかりやりきらないとって思っております。あ、ギフトありがとう。よいしょ。なので最後まで走り切るし、まあみんなにはよかったらついてきてほしいなって、ついてきてくれたらなって思ってます。クマタワーありがとう。書くね。あと今日はお披露目から3周年ということで、ちょっとツイッターやり損ねてるんだけど今。ね、なんか3年間やってあんまり自分でなんていうのかな、こうみんなにいわゆる恩返しができるような状態になくて、もともと私がショールームでイベントじゃなくて、なんていうの、ショールームのオーディションで1位で、それでこの NGT に加入できたって言っても過言じゃないので、あれがなかったね、私入ってなかったかもしれないから、だからそのきっかけがあってさ、それでもなんて言うんだろう、入ってからも別にめちゃくちゃ、じゃあなんかいろんなテレビ出たかって言ったらテレビ出たことないし地上波の音楽番組出たことないし、みんなになんか活動を見せられてるかって言ったら、そりゃね、なんか公演とかあるだけ、もちろんもちろん恵まれてる方ではあるんだけれども。ギフトありがとう、ありがとうございます。ギフトありがとう。なんかだからさ、まあ悔しいのよ正直。何もできて、なんか3年間ただこう NGT という名前では活動してるんだけれども、なんかそうだなあ。熊田さんありがとうございます。いつの時だったか忘れちゃったけどさ、言った通りで、あのやば、もうちょっとホワイトボードがボロボロになってきちゃった。またわさね、ありがとう。ほんと言った通りで、私別にアイドル向いてないなってずっと思ってるわけ、今もそうなんだけど、別にそれがマイナスな意味じゃなくて、もうほんとにただ純粋にアイドル向いてないんだろうなって、なんかこのイベントに出るのもすごく悩んだわけ。みんなに無理をさせるのが私本当に嫌だから、それを見て私はその頑張ってくれてるから私も頑張ろうって思えるだろうけれども、それ以上に何か違う感情が勝っちゃうんじゃないかなと思って、いやもうこれ以上無理させてられないとかさ、
なんかだから今もその気持ちはあるのよ。もうなんかね、別に悲観的な意味じゃなくて、ほんとただ純粋にね。ありがとうくま3連、ありがとう、ありがとう。まあ悲観的な意味じゃなくて、本当にただ純粋にみんなに無理してほしくない、辛い思いしてほしくない、でもこれを辛い思いじゃなくしたいっていう思いもやっぱあって、何もなんかできてないからさ、私別に NGT にいる意味ないんじゃないかなってもうずっと思ってるわけですよ。ずっと思ってて、なんか本当にうん、なんかいてもいなくても変わらないというか、私が目指していた唯一無二っていうのに程遠いというか、だって何もできてないから、だからいろんなことやったりしたけど、なんかなんて言ったらいいんかな、難しいな、もうあんまり時間がない中で深い話をするのもあれだったけど、本当にありがとう、ありがとう。全然そも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 の話が、その自分がなんて言うんだろう、自分が自分のことを自信なくて好きじゃないから、だからなんだろう、結局本当に改めて振り返ってみて3年間はね、何も残せてないなって思ったのよ。なんか別に歌唱力とかあるけどさ、歌唱力しかないのよ本当になんか別に、でも歌唱力で3位取ってもさ何も変わんなかったじゃないですか。知ってくださってくれる方は増えたけど、グループで何も変わらなかったから、私それが本当に悔しくて、ありがとう。まあだから歌唱力だけじゃないよっていうのを見せたくて今回そのエントリーしたっていうのももちろんあります。それはまあ言ってた通りなんだけど、ただのね、毎年1回歌ってる子っていうだけだったら、 NGT 入ってる、 NGT 入って何がしたかったかって分かんなくなっちゃうから、ありがとうギフト、ありがとうね。でも改めてなんだろう、6日間やってみて、まだ明日もあるけど、まあ、まだもちろんまだ諦めてないし、
まだ諦めてないし、なんかこの前ちょっとちらっと言ったけど、その歌唱力って孤独な戦いだから、なんかみんなと協力してなんかこう頑張るみたいな、そういうのじゃないから、なんかすごい心細いって言ったらあれだけど、まああんまり実感がなかったものを今回そのイベントに参加することによって、いつも応援してくださってる方はそばにいてくださってるなっていうか、なんていうかな、このたくさんの方がそばにいて応援してくださってるなっていうのが改めて、写真に帰ってオーディション以来改めて深く感じることができたので、そんなね優しいみんなの気持ちを無駄にしたくないから、もう明日も最後まで走り切って、できれば上位リラークインしたいなって、まあ可能であれば1位なりたいけどね、もちろん。ありがとうギフト。ああすまん、いやちょっとなんかね、花粉かな、花粉かわかんないけど、なんかちょっと花粉みたいな感じでさ。いや全然ねつもりはなかったっすよ、なんか改めて頑張らなきゃなって思えたから、ありがとう。明日もよろしくお願いします。ツイッターの方に、スケジュール投稿したのでよろしくお願いします。ちょっと細かいんだけど、まあ、それぞれアラーム設定するとか、私もあのツイッターで開始時刻とか毎ツイートするつもりなのでよろしくお願いします。明日朝5時15分から配信です。私も頑張っておきます。頑張っておきます。どうぞよろしくお願いします。笑顔で終われるように、どっちに転んでも笑顔で終われるようにやりきりましょう。よろしくお願いします。ということで男女読みます。13位ゆたかさん、12位メロさん、11位たかおいちゃんさん、10位とうごさん、9位ひよりげたさん、8位まるちゃんさん、7位奇跡の左しのりさん、6位こしぶきさん、5位突破きゅうさん、4位しんいちさん、3位としさん、2位ひろしさん、1位昔からおじんさん。早くてごめんね、ありがとう。また明日、それでは皆さんまた明日、おやすみ村ー。